はい、では今回はハトメの使い方を3分で紹介してみようと思います。ブルーシート等を購入した時に穴の数が足りなくて好きな場所にペグが打てないということがよくあるものですから、私の場合はハトメで穴を増やして使ってます。使用するのは、ダイソーのですね、ハトメ。サイズがいろいろあるんですけど、私の場合は、一番穴のサイズの大きいもの、この12ミリのものを使ってます。それから下穴を開けるときに必要なこのポンチ、同じく穴のサイズが12ミリのものになります。はい、あと紹介してないですけど、ですね、台座の金具も100均で売ってますので、そちらも必要になります。じゃあ今回は防虫ネットに穴を開けてみようと思います。以前の動画でグリーンシートでタープを張った際に虫除けのネットを張ってる動画も公開してるんですけど、その時の防虫ネットになります。はい、こんな風に木材等を下敷きにしてグリグリと手で押してやると簡単に穴が開きます。さすがに12ミリサイズの大きい穴になると、下穴なしだとですね、穴の周辺がボロボロになって傷んでしまうので、ポンチは必ず必要になります。で、この台座の金具の上にオス側のハトメを置いて、穴を通したらメス側のハトメを入れて、でまたダグを上からセットしてハンマーのようなもので打ち付けます。はい、これで完成です。オス側のハトメこんな感じですね。メス側はこうなります。はい、これもブルーシートとかグリーンシート以外にこんな風な防虫ネットとか、あとプラスチックの容器とかですね、いろんなものに穴を開けることができるので、とっても便利な使い方ができます。これがですね、オス側の金具、台座の金具になりますね。ではもう一度ちょっとアップして、下穴を開けるときには押し付けてグリグリとやるだけですね。穴のサイズが小さければですね、ポンチがなくてもできる場合はあると思いますけど、ある程度の穴のサイズを開けようと思うとポンチがあった方が絶対いいですね。さほど穴を開けるのもハンマーで打つのも力はいりません。はい、こんな感じですね。もうゴムハンマーとかでも十分ですね。私の場合は火起こし器などもハトメで穴を強化してますけど、いろんなものに応用できますので、もしよければやってみてください。